ありがとうございます。ちょっとこっち行きますわ。止まってるかと思った。ここ乙女行きます。今日は上に行きます。朝からちゃんと話し合って狙い台があります。石宗雷神。はい、ありがとうございます。お願いします。開いてるかな。あれ、マクロス開いてる。マクロス行ってみようかな。マクロス確保しました。ザ・ミリオン。本来ならばですね、もう3回区切りが4回終わりまして、まあ、1年経ちました、はい。新シーズンというか新たな一発目スタートなんですが、うん、そうだよね。前回覚えてますか。はい、覚えてます。初の達成ならずだったよね、うん、そうよ。今までずっと達成してるのに初めて達成しませんでした。みんなになんかキーワードがどうとかって集めさせて、無駄だね、集めるだけ集めさせて、うん、水縄です。すいませんでした、本当に。なんで、うん、ゆえもう一回やらせてくださいって声揃えて言え。二人で行くよ。いやいや、二人で、三人で、もう一回やらせてくださいね。せーの、もう、え、ちゃんと大きい声で。みんなで言おうじゃん。みんなで言いましょう、みんなで、はい、せーの。いいの？え、泣きの一回ってことは前回のなかったことにしてくれるってことでよろしいですか。一旦なし。やったー、やったー、よし。花粉症きつかったんで。言ってたよね。同感。かわいそうだったもん、あれ。さすがにこの春の入り口であれはない。泣きの一回で成功しませんって誰も笑ってくれへんと思う。ダッサ、何のためにってなるよね。マジでね、うん、それは間違いない。もうやろう、ちゃんと。そうだね、はい。で、私もここ最近結構収支の方が悪いんで。悪いよ、もうずっと負けてるもんね。ずっとは負けてないの。なんかずっと負けてるイメージない。トータル的に見たら全然私が一番いいからね。いやいや、ないないない。5連勝ぐらいしてるよ、もしてます。してない、絶対してない。俺ももう一進一退。いや、ほぼマイナスだよ。違う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 。だって年間、今1年間ちょうど終わったじゃない、はい、1年間終わって、はい。私のトータル的に言ったらマイナス1629枚なの。負けてるないか。負けてます。1年間でね。ドアホあっち行け。まあ、ドアホでいいよ、ドアホでね。で、正直ゆうちゃん記録的にはマイナス4215番、はい。負けすぎやろ。すいません、してね、ちょっと負けすぎちゃいました。ドア丸めろ。ドアホです。で、なんと二郎くんが、はい、まあ、エースみたいなもんですよ。ジャンパイでね、本当に勝つ人間といえば二郎って言われてるぐらいすごい人なんですけど、マイナス6482枚。どや。帰れ。どや。あっち行け。全員マイナスなんですけど、どえらいマイナス叩いてますんで。圧倒的なマイナス。50歩やっぷよ、それは。いやいや、そんなことない。プラス1枚の人が言うんならまだしも、1600枚もマイナス6400枚も一緒です。一緒じゃないよ、この差は。だからちょっと埋めてほしいよね。うん、頑張って。だからもう今日普通に個人収支プラスをとりあえずみんな目指せば、おのずとサイコロも振れ、そしてプレゼントもできると。そうね、なっていますので、まあ、負けてた分取り返すか。そうしましょう。はい、俺6500枚やし、4200枚で、うん、で1600枚、あ、1万2000枚、はい、全員で。これ今日大勝ちよ。大勝ちですね。あるよ、あるよ、うんうんうん。私たちも幸せ、見てる皆さんも幸せっていうね。そうで、もうプレゼントもできるし、うん、だからもうこんだけ1万2000枚も出したら多分フランでもよろしいレベルじゃん。うん、そうそうそう、全然いらない、ちょっとお金使っていっぱい出してってなったら、うん、最高の泣きの1回にしよう。そうね、うん、そうです、うん、それが一番いいと思います。はい、精一杯頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。ほな、じゃあ やっちゃってください。気合の泣きの1回をいただいていいですか。泣きの1回、今日は必ずミリオン達成します。いくぞ、えい。さあ、それでは本日戦国乙女4となってます。先に言っときます、そんな詳しないです。聞こえますか。聞こえます。はい、マクロスの設定当ててあげようか。お願いします。ドンピシャで、はい、発表します。ででん、1入ってません。いやいや、
わかんないじゃないですか、そんな。二郎さんだって外すときありますよね、結構。いや、あるよ、あるけど、はい、ちょっとマクロスはそんな遊びじゃないんやから。いや、遊びじゃないですよ、私だって本気ですよ。みんなのためにはいクオカードプレゼントしようと、はい、頑張ってる中で、はい、やっぱ一人そうやってマクロスで足引っ張られるとな。大丈夫です、引っ張ったりしませんから。ほんま、はい、任せてください。ジンクスがあって、はい、日頃勝ててない台を収録の時に打つと、うん、勝てるっていうジンクスがある。なんじゃないそれ。なんで今日は任せてください。次郎さん、戦国乙女だとどのくらい最高で出したことあるんですか。3、4千枚ぐらいじゃないかな。3、4千枚、うん、え、バカにしました。してないです、してないです、してないです。あんの、いっぱい出したこと。乙女だと7000枚ちょっとぐらい出したことある。あらすごいね。しかも上位なしで。すごいね、はい、俺上位あり3、4000枚ぐらいよ。あ、リロック、いやー2段階1、6引いてろ1、6、あー幼稚。さあ全員倒すぞ、お願いします。まず1匹無理でした。1匹ってホタロー、はい、はい、カットイン、カットイン入るんやったっけ。あ、ジャックチェリー引いてるやん、もろたー。まず1個家康大事よ。どうまい、次行こう。チャンス目で小太郎、いいよ、倒せるよ。ソーリン、ソーリンちゃんが一番可愛くて好きです。どうでしょう、何してねん。これ結果同説だけと、まあただ1個取れることが大事。投資4本、124ゲームです。ボーナス、今日の僕のプランは、まあ、忍び魂をはじめ大と寄せるプラスなんか人気機種 1,2 箇所みたいな、もしくは、南国育ちからのオリンピア平和機種、乙女とかゼニガタとかそのあたりだと思ってます。あとガルパンか。30ゲームで終了です。マクロスは歌がいいよな。なかなか打たないですね、結構荒いじゃないですか。ごめん、歌がいいって言ったんや。あ、歌がいいですか。ごめんね、なんかすいません。なかなか打たないよねって。そうよね、はい、打たないし歌がいいよね。そうですね、歌、うん、いいですよね。これはもらったでしょ。 OK、 ゲーム数、実ゲーム数158ゲームですね。ソトシ5本です。はい、まず歌姫ボーナスです。次が歌姫ゾーンです。ボーナス終了画面見た。見ました。多分デフォルトだった気がするんですけど。OK。残り3ゲームです。2択。あ、OK、正解近く。はい、いきます。ここでステップアップ。もう一個、緑まではいってほしい。うわー、青か。青が揃えば IT です。ごめんなさい、あ、揃ってくれた、青で行ってくれました。うえー、よかった。あ、
朝一のボーナスから言ってくれました。そしてご飯のままです。いきます。ワルキリータイム。なんもできへん。まずはトライアングルチャンスで初期枚数の抽選。アルト君以外。はい、誰？あ、アルト君だ。で、これ保証でついてくるセリルドライブ。結局そこなんよな。ここですよね。ここが一番おもろいよね。ここ一番面白いです。チェリーを引けば大チャンス。あ、歌姫ナビ、来い。中行きます。うわ、次郎さん、すみませんちょっとやめてください。そう言って、ごめん、ほんまにごめんここ来い。うわ、来ない。うわ、なんか、え、ちょっと何も起きないんですけど。続くこともあるから。あー、引いた。チェリー、ジャックチェリー。自力チェリー引いてるやん。自力チェリー引きました。手をやくチェリー引いたのでボーナスです。で、セリルボーナスなのでチェリーで上乗せ確定。純増が5枚まで上がります。あー、これ欲しい。煽ってはいる。あ、来た、やった。翼の舞チャンスもらいました。レア役わーナビで、報酬がプラス20ゲームでした。で、セリルドライブ。連続でボーナスお願いします。なかなか右だと思います。あ、ごめんなさい。おいおい。あ、でも強水化だ。強水化引いてもらいました。これはもう引かないといけないやつですよね。任せてください。あ、来た。うえー、強力強力。あ、もうこの時点で、そっか、確定か。どっちでも。そうよ。だから強力役引いたらいいボーナスもらえるからさ。ありがとうございます。これでスイカを引いて、あ、ごめんなさい、全然描写ができてない。上乗せしたい。3つ目引いて10ゲームプラスしたんで合計20ゲームです。で、この後またなんかめっちゃいい音鳴ってる。ユニソンドライブ。あ、またなんか2人のドライブ行ってくれました。すごいね。え、なんかとんでもないことになりそうです。あー、ナビじゃない。あー、待って、2人いるんだよ、大チャンスなのに。ラスト。あー、ここお願い、行って。あ、やったー、行ってくれました。ドラマチック。イエーイ。スイカ。これが3回目か。3回目のボーナスになります。7ソロワンあるんちゃん。お、なんか煽ってる。7ソロワンあるんちゃん。あ、これもしかして滑るってやつですか。あ、普通に揃いました。なんかボーナスです。なんかはスイカで上乗せ確定です。あるよ、あるよ、消えろ、画面消えろ。2段階チャンス目赤いよ。こんなんボーナスやろ。赤いんやから、なんてったって、なんてったって赤いんやから。ほら、ボーナス出ちゃうじゃん。これせかどーし、ぽよーん。
総投手13本115ゲームでスティールロックチャンス目からです。メモメモ戦国サンスルーやってんな。知り合い役はなくてプラス10ゲーム。わあ、この後はドライブ行かず残り154ゲームになりました。ジャックチー行け。プラス10だけ。わあ、絶対引いた。あ、引いてないけどチャンス。あ、これ待って、もしかしてまた2人のやつ？あ、ボーナス取ってました。ドライブ経由せず。へえ、すごいね。そんなんあんねや。セリルボーナスもらいました。667枚です。でプラス10ゲーム。この後レア役。うわあ、めっちゃナビ。プラス20でトータル30ゲームか。なんとかちょっとゲーム数戻って113ゲームまで来ました。スイカ、あ、これいってる？いってそう。よし、スイカからランカドライブ来ました。残り90ゲーム、ここ取っときたい。ここ取ったらだいぶまた楽になる。あ、下パネ消えてる。すごいね。あ、引いてる。やった、野生のスイカ引きました。野生の、野生の生で、生で引きました。やった、生スイカ引いてるやん、すごいね。5回目です。欲しい、本当に欲しい。行きます。あ、煽ってる。あ、外れた。ナイス。やったー。平均4つ5つぐらいかな。行きました、めっちゃいい音。わー、これ朝一からもうあるね。ありますね。うん、上位チャンス。わ、私このミニオンで朝一からしっかり出せたことがないんですよ。今日よ、もう。あ、もういいですか、やっちゃって。いいよ、しっかりやっちゃったよ。あ、ごめんなさい、始まっちゃった。6個とか7個とか欲しいです。6個とか7個。はい。あ、ウッケー。まず押し順ベルでドライブストックしました。1個目。残り9ゲーム。全役で抽選、レア役だとストック濃厚らしいです。ほい、どう。ダメなの。ナビでパワーで持ってくるしかないから、もうレア役なんか引けへんから。はい、750枚いきました。あ、待って、煽りが全然ない。残り5ゲーム、まだ1個しかないよ。全然足りない。あ、レア役。あ、スイカ。じゃあしっかり引いて。わ、2個とかもらえないかな。1個か。残り3ゲーム。うわー、ここお願い、もういっちょ。残り2ゲーム。うわー、ラスト。
まだ2個しかないですからね。3個は咲いてほしい。ナビなし。リプレイどう？うわー、もらえない。あー、ドライブストック2個でした。ペタッピだねー。いやー、ごめんなさい、平均3個って書いてあったんで、もうちょっと平均よりちょっと少なめ。でもレア役は引きました。レア役引いて2個か、ちょっと物足りない。で、ネクストボーナス。ランカボーナス。勝負合わせてプラス40ゲーム。で、またランカドライブです。おー、引いてる。あまた野生のスイカ引きましたあ、しかもこれ7回目のボーナスなんですよ。6回目ちゃう。あれ6回目。ちょっとごめんなさい、数も数えられないポンコツです。ランカドライブ、これがストック分かな。あー、二択チャンスください。これってまた7が外れていくんですか。やりなよ。はい、いきます。ごめんなさい、ここまでやれたことがないから全然わかんないんですけど。え、何の煽りもない。外れたりしない。あ、外れない。はい、7回で1049枚でした。プラス40は大きい。これで176ゲームまで行きました。で、お、いきなりスイカ。で、シェリルドライブ。で、もうボーナス7回まで来たんで、あと3回なんですよ、ボーナス。これ全然もう射程圏内です。今日調子いい、このまま行こう。どっちにしよう。なんかなんか信じていいですか。あー、ジローさん大好きですじゃ今日はチームワークがいいですね。すごいね、うん、よーし、8回目のボーナスです。セリル、もう一回追って。あ、行ってくれた、ナイス。翼の舞チャンスいただきました。8回ボーナスやって1162枚です。プラス10。あー、めっちゃナビー。え、待って、デカプッシュ。何これ、何もらえるの。押します。あ、あ、あ、来た来た来た、超軸。あ、バルキリテム上位です。え、なんで押し順ベルで行きました。え、やば。え、今日はやっぱ違います。アイナミ、今日のアイナミは一味違います。え、ちょっと報告しに行こうかな。さあ、青7、よーし、震えました。よし、こっからですよ。投資20本全然取り返せる。 AT 突入でございます。大盤振る舞いしてもらいましょう。じゃあバイクに乗っていきますよ。ここでレア役を引けてたら初期枚数が200枚以上になります。引けてない。さあ、100枚スタートのライジングチャレンジまで200というところで、ここでレア役を引いて他
ここのポイントをたくさん取れる特化ゾーンにね入れたいところではございます。まあ、一番最初なんで吉宗にしたいと思います。15ゲーム間で 10.6 分の1の穴を引ければまた戻ってきます。 10.6 分の1狙い A が出ますので、それ揃えたらまた戻れます。100枚から。あ、OK 近く。ダブルで止まったら複数なんですけど、1個です。2セット継続しまして121。ここが青7じゃなくてピンク、姫の図柄だったらライジングとかあります。さあこれで2セット目に突入です。ここでレイク OK、ない。また100枚。継続引き戻しをかけた15ゲーム間が始まります。次はじゃあ G にしようかな。ハワイに連れてって、もう完全告知です。パッキーになったらハワイに行けます。ラストよかった。アップな高設定の方が出ます。さらっといっていけない。さあ大事な大事な吉宗ライジングを打つのはこのためですからね。さあ1000ポイント貯めました。吉宗でいきます。大事な大事な15ゲーム。きたー。はい、やりました。サクッとライジングゲットです。ライジング次第ではもうまくれます。さあそれではここから楽しい楽しい時間がやってきます。さん、いい音が聞ける。カン、はい、プチュン。さあここでは3回連続ナビを出さないといけないわけですよ。で超に入れたことがないし、で3回連続引いたこともないので、まあまあまあ目標としては3回連続出すこと。あと3回だよ。 OK、 ナビ出すね。いくよ。お願います。一回とりあえず、あーもうなえた。もうなえた。もうさあ、じゃあ3から始まって、ええ最後、はい、123だけはやめてね。123だけは321にして攻めて、321やばい、1頑張ってる、1頑張ってる、やばいやばい、1頑張らないで、3抜かせ、231だ。あいたたたた、大しか乗らんかった。ということは231枚です。231が3回だったらもう700枚出るわけで、ちょっとちょっとってか下手だよねこれは完全に。
今どんな感じですか。今出てる600枚ぐらい出てる。いい感じ。まだ当たってるし。600枚。もう1000枚出てまして、うん、すごい。でなんと、うん、やりました。上位入れました。すごい。ほんまにすごい。これはすごいね、うん、ほんまにすごい。もう今日任せてください。だから、まあ、私もあとちょっとトントンぐらいだし、はい、でゆうちゃんもしっかりと仕事をしてるし、はい、あいつじゃね。またですか。しかもなんか俺監督みたいな、俺の采配のおかげみたいな言ってて、えこの中立国すぐ裏切らん。どっち側にでもすぐつくやん。そうそんな味方とかないですから、うん、あそう、はい、まあ、でもさゆうちゃんが出てくれてる分、はい、まだ気は楽じゃないね。甘えるとこは甘えていかないといけないからね。任せてくださいよ先輩、ね、あんまコンコンすんな。じゃあまあ一旦は、はい、いい午前中ってことで、はい、そうね素晴らしい、うん、OK よろしくお願いします。ご先輩任せてください。今回のキーワードはあゆうちゃんが頑張ってくれていると上位に入ったと。あと、まあ、私も別にプラスではないんでそんな大きいこと言えない。いつなくなってもおかしくない状況なんでしっかりとねついていかないといけないですね。ということで665 5絶対赤文字とかあるもんなこれ系って。そういうことか。頼むわ引いて。いきます。やりました。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。